トさんどういう感じで撮ってできればその、あ、オッケーオッケー、推しが尊すぎるってこういうことなんですね。いやいやいや、はい、皆さんこんにちは、ニコラ TV のゆってぃとかてるです。イエーイ。今回はかてるちゃんにスクールヘアアレンジと休日ヘアアレンジをやってもらいます。はい、それではお願いします。はい、ニコラ TV。 じゃあまず学校に行く日からやっていきます。ちょっと皆さんいろいろやってます。わあ、すごいかわいい。まず学校の日は朝、私の場合時間がないのでですね、いつも簡単に最後にですね、触覚だけ残してそれの三つ編みをするだけなんですよ。ポイントとか本当になくて、このまま編んでいって、でまあ、ちょっとなんか緩い方が三つ編みって可愛いんですけど、学校だともう自然に朝歩いてるだけで緩んでいくから、学校着く頃にはゆで巻きになってちょうどいい感じになってます。よいしょ。ゴムはこのちっちゃいこの黒いなんか輪ゴムみたいなビニールみたいな素材がおすすめです。で、固めるのはまとめージュ、ヘアスタイリングスティック RF、 これです。なんかいい香りがするバージョンを使ってます。をこの頭のてっぺんとこの下のこの辺につけて終わりです。これをもう一個片方こっちもするんですけど、ちょっとですねこちらのゴムが一個紛失してしまったので、片方だけでもいいですか。反対側もこっちの触覚っていう隠れ毛を残しまして、しましてですね、なんとなくの感覚で3つに分け、こっちの手前っていうんですか、顔側のこっちの毛から編んでいきます。なんかそうしないと三つ編みがむっちゃ画面の方に来てすごく授業中とか邪魔になるんですよ。なので私はいつもこっちの顔側のこっちの木から編んでいきます。なんでそんなに綺麗に三つ編みが編めるんですか。ね、幼稚園の時によくねママのタイツが干してあったの、洗濯物の。それでずっと三つ編みをして遊んでたからです。そう、本当にね、なんか多分その時から多分頭がねちょっとって感じだったんだと思う。よいしょ。はい、こんな感じです。ちょっと時間ある時は編み込んだりとかするんですけど、大体普段私はいつもこれです。ただこれはちょっと欠点がありまして、髪が長くなった人がするとただの小学校みたいになっちゃうので髪短い人向けですね、ミディアムくらいまでかなって思ってます。以上です。三つ編みでした。ニコラ TV。 じゃあ次はカトゥちゃんに、休日のヘアアレンジをしていただきます。お願いします。私がまず一つ目がなんかハーフツインに見えるけどハーフツインじゃない、なんかねじねじってするやつなんですけど、この辺の切れ毛を残しましてさっと取りまして、こうゆるーくねじっていって、こうピンでこう普通にピンとかだったら別に見えても大丈夫なんで、このまま、サニーサクッて、で、止めるだけです。ちょっとハーフツインっぽく見えるんですけど、そこまで、なんですか、ザ・ハーフツインみたいな感じはしないんで、ブリブリしたくないけど、ガーリーな髪型したいとかいう子におすすめです。はい、ハーフリワーも同じ感じで。
ちょっとこっち緩くなっちゃったんですけど、こんな感じです。で、今私はキンピニアとかこうやって出しててもいいんですけど、アメピンとかマクドだったら隠しピンとかでもいいと思います。カトゥちゃんらしい。そう、よくね、やっちゃうんだよね、この髪型ね。すごい可愛い。可愛くないね。ニコラ TV。 お次がですね、ちょっとシンプルなんですけど、前髪をちょっと軽くこの辺をねじってねじってねじって、いっぺんにねじらずにちょこっとずつ取ってねじるのが本当なんですけど、で、このねじねじをこの耳の後ろぐらいに持ってきて、ピンで耳の上ぐらいを隠しピンなりで止めます。隠しピンはなんですか、この塊に向かって刺していくのがポイントです。じゃないとあのシュルル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 ってほどけちゃうんで、っていう私もうまくできないんですけど、隠しピンはいつまでたっても本当に苦手でなかなかうまくできないんですよ。はい、こんな感じです。ピストンでこのピンで止めます。はい、こんな感じです。これもね、よくするんですけど、あのポイントはこのさっきも言ったんですけど、ちょこっとずつ取ってねじねじってしてた方があの編み込みっぽくなるので可愛いかなって思います。あのヘアですっごい苦手とか髪短いから結ぶの無理とかいう子でもできるんで、おすすめです。冬とか落としヘア多くなっちゃうと思うんですけど、とかそういう時でも、ちょっと一工夫加えたいなとかいう時に使えるので便利です。ヘアでは家で練習するとか言われるんですけど、あんまりしなくて、本当に出かける数分前にどうしよう、今日の髪型どうしよう、そういやこんなのあったなみたいなノリでパッとすることが多いですね。ちょっと今家で練習したりするみたいな感じで、ちょっと上達早すぎて、いやでもね、ちっちゃい時からね、本当にリカちゃん人形ってわかる？あ、ずっと遊んでたの、ずっとそれで遊んでたから、それもあってこと裏編みの方がすごいよ。裏編みが最初でできなくって、やっと最近できるようになったから裏編み。すごいよ、裏編みできる。なんかずっと裏編み、ママめちゃめちゃできたよって言ったら、これ裏編みじゃんって言って、すごいじゃん、なんでみたいな。すごいじゃん。逆に表編みができなくてどうやって編むんですか？表編みは裏編みの反対です。としか言えない。裏編みだったら下にこう持ってっちゃうと思うんだけど、下に持ってっちゃう、上に持ってくの、上に持ってくの。ニコラ TV。 とりあえず推しが尊すぎました。いやちょっと次元違うすぎて、ここはちょっと3次、こっち3次元、こっち2次元、カムです。2次元で、いやちょっと無理です、私ねえ、だ死んじゃいます、多分そろそろ死にます。あーもう死ぬ、どうしましょう。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントで企画募集もしています。そちらもお願いします。バイバーイ。